はい、それでは本日は販売士2級平成28年第78回3の5番売り場の効率化を図る指標について解説していきたいと思います。次のアーカラオは店舗運営に関わる各指標に計算について述べている正しいものには1を、誤っているものには2を、回答用紙に記入しなさいという問題です。はい、ですね、こちらの、売り場の効率化を図る指標なんですけども、まず、覚えていただきたいのが今回は 1,2,3,4 つですね、人事生産性、人事売上高、そして労働分配率、そして労働生産性というのも覚えていただきたいんですけども、まずこの人事生産性というものはですね、従業員の労働時間1時間あたり、まあ、1人1人事と置いて、でどれだけ粗利益を稼ぎ出したかっていうものを表した指標ですね。なのでこの普通に1時間あたりで、アルバイトの人とかパートの人がどれだけの生産性を上げているのか、粗利益を稼ぎ出しているのか、その1時間で、パートとか800円とか1000円で雇うんですけども、企業としての利益はどれだけ生み出しているのかというものを表すのがこの人事生産性になります。これは総労働時間分の粗利益高で求めることができます。こちらも覚えておいていただければと思います。そして人事売上高ですね。これはですね、これはちょっと少し違うだけなんですけども、従業員の労働時間1時間あたり1人事でどれぐらいの売上高を稼ぎ出したか。なのでこれに関しては、粗利益が売上高に変わっただけなので、この総労働時間から、売上高を割った数字になりますので、こちらも人事売上高というのは、ここの売上高に変わっただけと、覚えていただければと思います。そして、労働分配率。これはですね、粗利益から、従業員の人件費を割り振ることですね。例えば、この、粗利益高が100万円だとしたら、総人件費30万円かかりましたという問題であれば、この粗利益から、バイトとかパートの人に支払う人件費に関しては、30% ぐらい、100% 中の 30% はそこを占めていますよというのを、測るものになります。これは、労働分配率、パーセンテージで求めるんですけども、粗利益高分の総人件費 ×100 ということですね。でこの一般的に労働分配率というのは 30% 以下であることが健全で望ましいと言われています。でですね、この総人件費、こちら割られる総人件費なんですけども、こちらは教育費であったり採用費、そして給与、賞与、社会保険料、そして福利厚生費なども含んでいるというものがこの総人件費というものになります。で最後に、労働生産性ですね。これは従業員1人当たりが生み出す粗利益の金額ですね。これはですね、従業員の数割る粗利益高で求められることができます。一人当たりどれぐらいのお金を生み出しているのか、利益を生み出しているのか、金額を出すということですね。なので、一人当たりの生み出す粗利益がの金額っていうのが、一人当たり大体いくらなのかっていうのを求める際には、この労働生産性というものを使用して、指標としてお金を出すという流れになりますので、こちらも覚えておいていただければと思います。以上のことを踏まえて、今回、こちらの問題に入っていきたいと思います。1番、労働分配率は総人件費を従業員数で割って求める。この問題は間違っています。労働分配率というものはですね、この従業員数ではなく、この粗利益高になり、なるので、これは総人件費やってるんですけども、この従業員数が間違っているので、は間違っています。そして2番、人事生産性は純利益高を総労働時間で割った、総労働時間数で割って求める。こちらの問題も間違っています。この人事生産性というものはですね、この、粗利益高を、総労働時間で割った数で求めるので、この純利益高ではないので、こちらが粗利益高に変わるので、こちらは間違っています。そして3番、労働生産性は粗利益高を総労働時間数で割って求める。この問題も間違っています。この労働時間、労働生産性なんですけども、こちらに関しては、粗利益高は合っているんですけども、これは従業員数ですね。従業員数で割って求めるのが、この労働生産性というものになりますので、この従業員というところがここに入るということになりますので、このうは間違っています。そして4番、労働時間あたりの売上高は売上高を総労働時間で割って求める。この問題は合っております。一応 A と O なんですけども、こちらも一緒のことを言っております。人事売上高は売上高を総労働時間数で割って求める。こちらも合っております。これはですね、この人事売上高のことを言っております。労働時間あたりに、売上高、この売上高は、売上高を総労働時間で、割った数ですね。こちら、総労働時間分の売上高で割って求めるものになりますので、この絵とうは基本的に一緒のことを言っていますね。ちょっと騙し問題なんですけども、この2つは、こちらの人事売上高のことを言っているので、この絵とうは、正解となります。以上のことから今回は、あ、い、うが誤っていて、絵とうが正解となります。